はい今回は2022年の後半の日本の2つの大きな問題について、えー、ちょっと考えてお伝えしていこうと思います。えー、まあよかったら最後まで聞いていただければと思います。まああのー、未来はね、わ、えー、からないんですよ。今2022年の、まあ、3月ということで、まあ、前半なんですが。 まあ、2022年の後半え、これどうなっているのかなという話で,で、まあ、もちろん当たり前ですが、でたらめとかではないんですよね、目まぐるしい、まあ、世界情勢の、まあ、変化の中で、えーまあ、日本はどうなっていくのかと、で僕たち日本国民はど,どうなっていくのかと、まあ、そういった、えー、ことを、ねえー、あの考えてお伝えしていきます。あの皆さんもも聞いいたことあるるるし、ししっている人もいらっしゃるでしょうけど、 ままその、まあ、備蓄が必要とね、それっていうのは、あのまあ、この2つの大きな問題っていうのは、経済危機と食料危機なんですよ。で まあ、食料危機に関してはまあ言われるんですが、まあ、僕は、えーまあ、食料危機もそうですが、まあ、経済危機、えー、危ないんじゃないかと思います。経済危機っていうか、まあ、国民の生活ですね、僕たち日本国民の生活。で食料危機っていうのは、まああのー、言葉が悪いですが、すぐどうこうならないんじゃないかと思うところもあるんですよ。日本もまあ輸入に頼ってますが、米とかありますから、すぐどうこうなりませんが、ね、僕たちの生きてる あの社会世界っていうのは、まあ、資本主義なんで、えーまあ、今のところ変わるとは言われ,言われてますけど、ねええー、例えば仕事がないとか、えーね、収入が全くないとかだったら、まあ、どうしたらいいのかっていう話になるじゃないですかそういった大きな、えー、問題なんですよこのことを、えー、念頭に置いて、えーまあ、考えて、えー、お伝えしていきますので、えー、よろしくお願いします まああの日本国内においてですね、えー、まああらゆる意味でままあ、まあ日本人、日本国民がまあ困っているっていう話なんですよね例えばまあこういったものが報道されたり、まあ、報道されなかったりっていう話があるんですがままああの、まあの世界的にね、まあ、病気の問題とか あるんでしょうけど、まあ、日本国内もまあ経済が混乱してね、ね、まあ、そういった大きな問題がある。で最近はですねそういったものが隠れてるんですね、うまるまる問題でね。しかし、これ隠れてるだけだってなくなったわけじゃないですから、むしろあの隠してるとも取れるんでね、うん、本当に日本国内っていうのは本当これ大変な、まあ、あのものなんですよ。病気であったりね、ね雇用の不安定であったり、ね、雇用不安定から将来、ねえーまあ、もう光がもう見えないと。 将来に絶望してね、えー、自枠する人も増えてるっていう統計も出てるんで、で日本国民が追い詰められてるんですよね、本当に。まあ、皆さんは、まあ、そんなことが、えー、ないのか、まあ、僕は別にあの余裕じゃないですけど、な、ま、ん、あ、とかかんとか、這、ま、い、あ、つくばって生きるような、まあ、そんな感じですけど、まあ、皆さんもそういう方いらっしゃるかもしれないですが、まあ、多くの、まあ、日本国民が、 まあ生活に困窮するレベルに追い,追い詰められている、すぐではないにしても、そして追い詰められる可能性がある、そういうまあ現状、えー、だと思いますが、まあ、日本政府とか、まあ、岸田とかっていうのは国民を助ける様子が、えー、まあ、ないんですね、まあ、僕はあのないと思ってるんですよ。だから、あ機民とかって言ってね、国民が見捨てられるってことで、日本国民はまあ日本政府とかまあ内閣に見捨てられたっていう、そういった可能性もあるんですよ。明らかに政治の問題だと思いますが。で、えー、まあこの 僕がお伝えした、まあ、経済危機、食糧危機っていうのは、例えば食糧危機の方に関しては、昔からまあ言われている数十年前からこれ世界で、ねえー、問題になったんですよ。食糧不足、水不足、大気汚染ね、えー、これがまあ世界、地球の大きな問題なんですよ。地球に人が、えー、増えたんでね、えー、まあ食べ物が不足して、まあ、水が不足しているということ、水が不足しているんで、えー、まあ今回はそんなに触れないですけど、中国が、ね、日本に来て、 まあ、あのいろんな水源を開拓、まあ、っていうかまあそういうのしてるあの買いやさってるそういうことにつながるんですよで人間が増えることによってまあ空気も汚れてしまったっていうねまあね僕たちは普通に生きてるんでまあ食料不足と言われたでご飯食べますからで水不足ってってね水の飲まなきゃ生きていけないじゃないですかで大気汚染ってもね息吸うんで,でまあいろんなもの使いますけどその車とかそういうのはあるのかもしれないですけどまあ僕らにはまあどうしようもな,ない ところもあるんですよ気をつけるってもね、何も食べないのとか、何もの水飲まないのとか、ね、その大気を全くあの汚さないって無理じゃないですか。だけど、まあ、そういったまあ世界の情報、まあ、情勢、地球はそういう風になってるということで、で、えー、まあ、少し前からっていうか、まあ、世界的に、えー、まあ、こういったまあサインというか、シグナルというか、信号が出たんですね、食料不足、うん。これはもう、そういった信号が出たんですよ、食料不足が襲ってくるっていう話。 で日本国内っていうのは、この食料不足だけでなく、掛け算がされ,されてしまって、経済危機ね、えー、そのさっきのね、まあ、僕もそうですし、まあ、皆さんもそうかもしれないですが、ねそんなにあのこういったあの混乱してる中で、ですね <laughs> 余裕に生きてるっていう人は多分、いな少ない、ほとんどいないんじゃないかと思うんですよ。で、えー、このね、食料危機の話なんですが、世界で警告が出たんですね。うん、あのー、まあ これも、まあ、裏側で関係してるのかなってちょっと思うところもあってちょっとわからないんですけど最近の「ウールマル問題でね、うんあのーまあ、これを、まあ、原因大きな原因となって世界はまあ輸出禁止になったものがあるんですよでまあ「ウ、えー○○、ま」あ、ままとね、まあ、ロシアは対立してるんで、まあ、ロシアはね、えーまあ、海外に輸出、まあまあ、しない いいううかで、まあ、できないんでしょうけどロシアっていうのは食べ物とか、まあ、動物の肥料とかがたくさんあるんですでそういったものをあの輸出してるんでそれが輸出禁止になるっていうことはあの世界の国々でさまざまな影響が出るんですよ、動物の肥料が出ないってね、うん、あと食べ物の肥料が出ない、作れないじゃないですか、うん、そういった大きな問題なんですよ、でここで大切な話なんですがそういったことに関連してですね欧州では出たんですね、人々に餓死に対する警告が出たんですよ。 餓死に対する警告ってだいぶまずいですからね、欧州,欧州のこの話、餓死に対する警告っていうのは食料危機ってことです。で、なんでこの餓死っていう話が出るのかっていうと。 欧州は食料の値段がグーンと上がってしまってこのまま行くと、まあ、その欧州の人たちが、まあ、あの餓死する可能性があるということ、まあ、世界の、えー、食料危機が始まっているということですね、うん、でこの世界の食料危機が始まっている中当然日本もその影響を受けますから日本はどうなっているのかということを考えていきますで日本はあの皆さんにお伝えしましたけど まあ皆さんも感じていらっしゃるかもしれないし、僕は感じてますけど、あの食料危機だけではないんですよ、経済危機があるんでね、まあそのえーまあ、2021年から、まあ、その病気の影響っていうのもあるんでしょうけど、まあ、それだけでなくね、えーまあ、その政治の問題とかっていうのがあって、 まあ、日本の会社が中小企業バタバタ潰れて、えー、外資系に、えーまあ、買われるっていうか、えー、そういった形で、えーまあ、そ,のその際に外資の銀行が入ってですね、えー、改正銀行法っていうので、えーまあ、その日本の技術を外資に売られるんでしょうけどその際にですね 例えばその会社と、まあ、そのトップか分からないですけど、技術は売られるんでしょうけど、そこの従業員が、まあ、切り捨てられる形になるんで、仕事がなくなるんですよ、雇用がなくなる、日本国内に非常に、ね、社会混乱を招きますから、その失業する人が増えて、だから僕たちって危ないんですよ、あの本当に、うん。っていう、まず問題を抱えているということをちょっと頭の中に入れていただいて、進んでいきます。 前ちょっと言いましたけど、2022年の後半、2023、2024、日本失業時代って言われてますから、だいぶ危ない、そう本当に危ないと思います。で、今度、例えばこういうことを考えます。外国の,その先ほどの貿易事情があるんで、日本は円安になっていくんですよ。で、これ、日本も円安になると、日本国内の物価が高くなるんで、先ほどのこれね、た、え、ど、ー、る可能性が、えー、欧州と同じになるんですよ。食料の値段が高くなるって日本国民困るじゃないですか。 皆さんもあれかもしれないですし、僕は困りますからね、普通に、あのぎ、まあ、ギリ,ギリうんで生活しているところに、ね、生活必需品の値段が上がるっていうことは、生活が、えー、行き詰まるわけですよ。日本国民が困るなんて、日本国民の頃困る人、多いと思いますけどね、本当に。うん、そこあの、手を打たないのかっていう話なんですが、えー、打たないんですね、うん、その政府とか、まあ、岸田とか。うん、で、えーまあ、なんていうのかな。 まあそのやはりその経済の問題、金銭の問題があるんですが、2つ同時に来てるって感じなんですよね、食料危機まあプラスまあその経済危機っていうこと、世界的な食料不足が騒がれていて、日本にもそれが来るんですが、それと同時にですね日本国内に経済的に困窮して追い詰められている日本国民が多いんで、経済危機プラス食料危機っていう話。僕はあの皆さんんももそうかもしれないんですが 普通に生活していて、これをあの肌で感じますからね。うん。あのー、こんなのが続いたら、本当どうなるのかなっていう話なんですよ。2022年の、ね、後半の話ですが、日本の経済とかあの、だいぶ厳しくなっていくと思いますけどね。お金も回らないでしょうから、日本の中でぐるっとお金が回れないから、経済が苦しくなるでしょうし、 ね、あの本当に仕事がなくなったらどうするのかなっていうことを、まあ、皆さんも思ってらっしゃると思うし僕は思うんですが、まあ、そう思わない人も、まあ、いるかもしれないであの、まあ、これで本当にとどめを刺されるなと思う話があるんですが、まあ、あの選挙がありますからもしも自民党政権が、ね、え続いた場合、まあ他もそうかもしれないですけど常にえずっと歌ってますよね増税、増税、増税、増税ってアホかって話ですからね増税じゃなく減税ですよ。 国民の生活を思うんであれば、減税とかガソリンの、ねえーまあ、値段を下げるとか、そっちをやらなければいけないんですよ、日本国民があの困るから、生活にね。だって、日本という自国において、日本国民がここまであの困って、言葉は悪いですけど、悲鳴あ上げてるぐらいですよ、それでも増税とか言ってる時点,時点で、もう意味が分からないとしか思わないんですね、うん、日本人とそっくりさんですから、日本人ではない、日本人とそっくりさん、うん、です。国民のことを考えているとはとてもじゃないけど思えない。 あのそれ以外にもね、例えば消費税とかっていりませんから、消費税を廃止したりとか、日本国民に給付金を出せばいいんですが、まあ、そういったことを宣伝しないんですね、うん、本当にあの。日本人ではない、そっくりさんとからね、外国人、外国勢力、えーね、外国勢力の息のかかった者同士、しね、アメリカ裏組織とその息のかかった者、えー、がね、えー、国民のためにならないことばっかりやってるからね、本当。 まあ自民党って前も言いましたけどあアメリカ裏組織の、えー、まあ表と裏のコインの関係になりますので。 えまあ岸田っていうのはねアメリカ裏組織のまあ手先で、まあそのねえー、自民党、えー、日本国民の有益になることではなくアメリカ裏組織の有益になること外国の、えー、有利になることばっかりしてるとだからねそのなんだろう国民にはなかなか金払わない外国人留学生には10万円払うとかね、うん、あの年金受給者の人には5000円払うって言ってめたら1万円にしようかってあ意味が分かんねえって最低なことばっかりやってんじゃないって話ですがそういった人間がトップにいるんですよ。であのね、えー、まあちょっと例 があのいいいかかかどどうわかんかんないんですけど僕、こういうふうに思うことだって、皆さんもそう思うんじゃないかなと思うんですが、増税、増税って言いますけど、まあ、あの、わけわかんないし、あの、まあ、言葉はですけど、頭悪いなと思うんですが、日本国民からなんてもう税金取れないですよ、本当に。まあ、その一部の上の人たちもいるのかもしれない一部の上の人たち逃げますからね、外国にね。 日本国民の全体像を考えたら、まあ、その金銭的、経済的に売り取りになる方たちていうのがい,い,いらっしゃるんですね、まあ、お金持ちっていう人、そういう人たちていうのはその日本の税金、税制の問題に疑問を持つから、なんとか日本から出て外国に行こうとする。あと普通の人がとか、経済的に苦しい人が日本に残るわけじゃないですか。まあ、僕たちって、僕たちが普通に日本国民が日本に残るんですよ。うん、でちょっと例が、ねえー、悪,悪いか分からないですけど、僕はこういうふうに思っててね。 例えるとこういう感じだと思いますよ。あの,あの雑巾でね、えー、もう水がほとんど入ってないと、まあ、少ししかまあ水がない雑巾とか、まあ、タオルでもいいんですが、そういったタオル、水がほとんどないところから、その雑巾とかタオルを思いっきり絞ってね、その最後の水を取ろうとしているのと同じ理論ですからね、本当に。そういうことをや,あのやってるんですよ。例ですけど、あの雑巾がね、えー、日本国民ね、うん、で、あの水が、あの金ね、税金ね。 絞って、絞って、絞って、もう取れねえよって、うん、何やってんだって話ですから、本当にね。であの、大企業からは絶対金を取らないんですよ。大企業と政治家が裏でつながってるからね。うん、異常なことが起こってますよ、うん。で、こういったことを繰り返すことで何が起こるかというと、まあ、2022年、えー、日本国民があの経済的に困窮する、えー、食料問題で困窮する、まあ、その経済危機、食料危機っていう問題なんですが、 まあ、2022、2023、2024、まあ、この数年間ぐらいが、まあ、ちょっとどうなるかというのは分かりませんがで、一つの説があるんですが、2025年、日本崩壊というあの説があるんですが、この可能性というのがありますね、日本国というのはなくならないんですよ、日本国というのは資源もあるから、でその外国の者たちにとっては、外国勢力、欧米の支配層とかもそうですが、そういった者たちにとっては別に日本をなくす必要がないんですが。 何だか知りませんが僕たち日本人が邪魔なんでしょうね、うん、僕たち日本人が邪魔って日本国に住んでるのになんで日本国民が邪魔になるのかっていうのは意味がわからないですけど、まあ、敗戦国で外国にね、えーまあ、その植民地にされてるからなのか知りませんけどもうあのいい加減にしろっていうふうに普通に思いますんで。 ままあのじゃあ、どうなのかっいう話ですがまとりあえずねま目先の話ですけど僕たちがね頑張ってまその食料危機とかまあの経済危機食料危機の備蓄とかしてなんとか乗り切らないといけないしま経済危機はねまなんとかかんとか仕事を頑張って仕事はなくなった当大変ですからねでままあの次の選挙はとりあえずね自民、公員以外のところに入れてほ他の既存の政党 とかもう既存の政治家でも,あのもう悪くあの汚染されてますから全く別のと新しいあの政党で。 あの日本人、ね、が,があの日本人が日本国民のためにあの政治をしてくれる、そういったところが、まあ、出てきてくれることを、まあ、祈るで、そこに入れるぐらいですね、票を。うん、それがもうできなかったら、本当に2025年の崩壊っていう、日本崩壊のシナリオに向かってあの、一歩、そしてまた一歩近づいていってしまうんじゃないかと、もう本当ねあの、日本国内、あと日本国民、日本人の,あの、まあ、ここ数年というのがの、本当に。 心配ですよね、まあ、僕もも皆様もだから、あのいつもお伝えさせていただいているように、まあ、より良い日本に、えー、より良き日本、えー、日本国民が過ごしやすい国、えー、日本国民がどうにかなるためには、まあ、その政治もそうですし、あとはまあそのね、えーまあ、僕はそんなうまく言えてないんであれですけど、まあ、こういったまあ諸問題に一つ一つ気づいていくことがまあ必要なんじゃないかと思います。 ねまあ、皆さんは知ってる人が多くいらっしゃるのかもしれないですけど、備蓄ね、それなんで備蓄するのかって当たり前ですけど、食料危機が訪れるからです、です経済危機ね、ね仕事の問題もあるんで、まああのまあ、こういう問題を。 なんとかクリアしていきながら、本当ね、何かしら明るい兆しのなる日本になることを祈ります、そしてですね、最も大事なことですが、日本国民がみんなで助け合ってね、いい国にして、行くしか道がないですから、その少しでもね、お役に立てるものがあればと思って、ちょっと僕もね、このコンテンツをお伝えさせていただいているんで、そんな感じで、今回はここで終わりとさせていただきます。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします